レミアカップ。 3000m、 まずまずのスタートといったところであります。さあ先行するのは何か。14番アザラシになりそうか。やはり行きました。それから9番スプリングハズカム、アラレちゃんはこの辺り。そのうちに1番ダリアジャイアンポニーが、その後ろポンコツのパコロイドがかわしていきました。デスティーノ一番後ろにサーキュレーションであります。歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。アラレちゃん直線伸びてくるのかどうか。涙のバースデー。それからアユネウス先頭、アザラシになりそう、アザラシになりそうが大きくリード。アユネウスが3番手、青い帽子、涙のバースデー。アユネウスも懸命に追う。この辺りで先頭は涙のバースデー、緑の帽子ジャイアンポニー、涙のバースデー。先頭内か外か、ほとんど同時。1着6番、2着5番、3着当番以上のように確定しました。